上自衛隊航空課。航空課は各種ヘリコプターなどによりヘリ火力戦闘、航空偵察、部隊の空中機動や物資の輸送、指揮連絡などを実施して広く地上部隊を支援します。陸上自衛隊の航空部隊ではヘリコプターを主力とし、対戦車ヘリ、輸送ヘリ、観測ヘリ、多用途ヘリがあります。操縦を行うパイロットのほか、航空機の整備を行う整備隊、航空交通管制、気象予報を行う管制気象部隊が任務についています。東部方面管制気象隊は東方管内に所在する陸上自衛隊各飛行場を基盤とし、平素は航空管制、航空気象等により各飛行場の航空保安業務に従事しております。災害派遣等においては飛行部隊推進前に航空機の運航に必要な交通情報及び局地的な気象情報の提供により、飛行部隊の円滑な任務遂行の支援を行っております。災害発生時には観測ヘリコプターや輸送ヘリコプターが活躍します。観測ヘリコプターは被災地を上空から撮影、衛星回線を用いて司令部に配信し、災害派遣部隊の迅速な展開に寄与します。輸送ヘリコプターは人員の救出や救援物資の空輸を行います。航空機は有事・平時ともに安全に運航することが求められます。このため航空管制業務により航空機の安全な運航確保に管制気象隊員として貢献できる点にやりがいを感じます。東部方面航空隊の駐屯する立川飛行場は大規模災害時の広域防災基地となります。航空課は一丸となって空の安全確保を担っています。